交流戦オリックス1月3日 DNA、2024年6月4日横浜、オリックス、吉田規制投手が昇格速の登板で、1級で相手の追加点を防いだ。1対1の7回に2番手、井口が勝ち越され、なおも2死2三塁で宮崎を迎えたところでマウンドへ。初級のシュートを打ち返してきたところを自ら素早く反応し、東ごろに仕留めた。 打球は速かったけど、ちゃんと詰まってくれたので、ファームに行く前から右のワンポイントで行く場面が多かったので、ファームでも結構シュートを練習してきて、打者が振ってくれて詰まる場所に投げる練習をしてきたので、練習通りにできた、開幕から中継ぎとして一軍同行を続けるも、15試合の登板で防御率6、57と振るわず、5月25日に登録を外れた。 ウエスタンでは2試合の登板をいずれも無失点に抑え、試合外でもフォームの見直しなどを観行して状態を上げてきた。血行体を回復させてもらったんで、何試合でも投げるつもりで。振り続けられる限り腕はどんどん振って、投げられる試合は全部投げていきたい。と、背番号23は今後の貢献を誓っていた。